前に、ちらっと名前を出したんですけど、うん、マセキ芸能社所属の、浜口浜村の浜村さんっていうね、うん、僕とすごい仲良くて、うん、まあ先輩ですけど、うん、いつも一緒に遊んでるんですけど、うん、前にこの愚痴立ちで名前出したら、思いのが喜んでくれてて、やっと愚痴立ちで言ってくれたよ、俺のこと。うん、縦の話ばっかりだったからさ、みたいなのと。まあ聞いてもくれてる。聞いてもくれてたんで、まあせっかくですからね、うん、浜村さんの話したいと思うんですけど、うん、浜村さんって、まあもうね、ファンの方はもう知ってるんですけど、うん、ものすごいネガティブでしょ？ネガティブですね。もうね、暗いことばっか言うんですよ、言う。俺にも言う。でしょ、うん、まあ僕らは特にいつも一緒に飲んだりしてますから、ずっとネガティブなこと言うから、もうまあまあ適当に僕とかね、三四郎の小宮さんとかは適当にあしらうから、うん、たまにこっちサイドと飲んだ時にやっぱ言ってほしい。うん、いや、でもやっぱ、一晩聞いたらもう当分ええから。でも言ってましたね。ふとしはやっぱいいよ、聞いてくれたもん俺の話。お前らほんと聞かねえもんな、みたいな。今考えたら先輩に僕らもなんて扱いしてんだ、みたいなとかあるけど。まあ、まあ、優しいからね。優しいんですよ、言っちゃうんですよね。確かに優しいからね、いつも。そんな感じなんですけど。じじうるせえぞ、つってね。いやいや、そこまで言ってないけど。あ、そう。そこまで言ってないです、別にね。年齢は同じですしね。じじうるせえぞ、つってね。いや、じじうるせえぞとは言わないですけど、まあそうっすよ、いいっすよ。なんでもありますよ、ぐらいな。もうその、一ワードぐらいです。全部裁くんだ。知らん方はしてますけど、まあその浜村さんが、まあね、顔とか整っててやっぱ人気あるから、うん、シュッとしますからね。それが嫌だみたいな時があって、なんか、うん、その、結局ワーキャーだと思われちゃうのが嫌だみたいな。うん。そんな僕からしたら羨ましい悩みですよ。でもまあいろんな悩みがあるんだなと思うけど、うん、もう、嫌だよみたいな中で、もっと不細工に生まれた方がいいんだよみたいな。芸人なんだからみたいな。うん、と言い出して。お笑いサイボーグ的なとこありますからね。まあ、浜村さんもね。浜村さんも。だから、みんなで、三四郎の小宮さんとかも、うん、じゃあ俺とかぐらいですかみたいな。いや、そんなんじゃないよ、みたいな。いろいろ他の芸人の名前出してって、うん、そんなんじゃない、みたいな。どんくらいなのかわかんないけど、みんな言ってたら最終的に、井口ぐらいだよみたいなって。僕のことそんな感じで思ってたんだと思って、ちょっと。逆に憧れられてる。不細工な代表格、みたいな。だから、それもひどいし、なんかね、やっぱテレビ、認定漫才師に選ばれて、浜口浜村さんがね。今年ね。テレビとかに出ると、なんかいろいろ言うやつがいるでしょ、はい、そんなの。なんか、ネットとかで。もうどうでもいいのに、うん、そのことずっと言ってて、うん、どうしよう、もうやだよ、みたいな。まあ、番組放送される前に、叩かれたらやだよ、みたいなことずっとぐちぐち言ってて、うん、なんでよと思ってたけど、そら、井口さ、なんか相談があるのかなと思ったら、ネットとかで叩かれても平気でいる方法を教えてよって、叩かれて前提で言われて。まあ、どういう見方してんだろうと思ったけど。いや、まあ、叩かれてますよ。まあね、まあ、そのうち慣れる問題ですよってしか言いようがないですけどね。まあまあ、仲良くしてる人の話もたまにはね。そうですね。本当にやっぱり。もう本当見ないですよ。井口みたいにネタに消化できる人はもうそうやって見ればええけど。でもね、やっぱりね、気になる。見る人って多いでしょ？なんか、まあ、これ関係ない話になるけど、ちょっと、うん。芸人さんとかで、エゴサーチとかよく言うけど、うん、なんか、はたからすれば、時間の無駄だとか、すげえ言われるけど、うん、僕、ちょっと考えたら、あ、これ完全に真面目な話になっちゃいますけど、うん、時間の無駄だとは思わない。だって気になるもん、俺だって。そうそうし、うん、けど、単純にやっぱ面白かったっていうのを見たいんですよ、とにかく。わかるわかるわかる。それが何よりの活力になるんですよ、うん、結局ね、うん。で、その延長線上ですから、浜村さんに関してはもう、あれ、うっとしいっていうか、その、あんまりね、考えないようにした方がいい。その言葉だけ避けとく。仲良くしてる芸人さん、優しいですからね。優しい。純粋なんだろうなってやっぱ思っちゃうんですけどね。うん、なんで、まあ、純粋がゆえに僕のことは、とんでもないブサイクでネットで叩かれてるやつと思ってたんでしょうけどね。まあ、またね。いろんな人の一緒に遊んでる界隈の話もしていきたいと思いますんでね。気になる人がいたらね、また話したいと思います。お願いします。聞いてくださいね。浜村さん嘘ですよ。いや、本当だろ。まあ嘘ではないか。優しいか大丈夫か。優しいから。また見てくださいね。平日毎日愚痴を更新しています。ウエストランドの愚痴ラジ。ぜひチャンネル登録してください。一言お願いをね、してもらって。いや、そうなんですよ。まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです。こんな感じですから、僕は。隣にこいつ座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。